割とこれを撮って、いるのは11月30日火曜日の6時57分ですね。なんですけども、なんか6時台に家にいるっていうのはかなり久しぶりな気がしますけれども、ちょっとまあ、記憶違いかもしれないけれども。えーとですね、えー、矢野兵道というコンビがいます。お笑いのコンビがいて、で、えーと、そのうちの兵道大輝という方ですね、あの、 ハンチング被ってることが多い人で、ちょっと体格がいい人ですけれども、この人がですね、あの、滑らない話とかに出ていて、テレビの滑らない話、番組とかに出ていて、で、一人でおしゃべりをして、それがすごくうまいと。で、でも実はそれは、あの、喋りがうまいというよりは、その自分がおしゃべりのネタにしているネタを、何回も何回も紙に書いて遂行して、どうすればわかりやすくなるか、どうすれば笑いが起きやすいかってことを考えて、何回も 作り上げ、まあ、台本作ってるんですよね。で、そしてそれを稽古しているということを本人があるところで、まあ、YouTuber なんかで喋っていて、それをここで、この雑談動画の中でも話題にしたことあると思うんですよね。で、僕はその矢野兵道の兵道の、えー、喋り方好きだし、その世の中の切り取り方っていうのかな、そして彼のこの鋭い観察力っていうのかな、そういったものが本当に尊敬しているので、えー、まあ、好きな芸人の一人なんですけれども、で、それの、その兵道の相方が矢野なんですよね。 でこの人がね、かなり癖のある人で、てかまあ、兵働も癖あるけど、矢野の癖はすごいんですよ、とにかく。 すごいあのムキムキであの筋肉マンなんですけれどもねでもなんかこのキャラクター的にはこういじられやすいキャラをしているんですよものすごい濃い人なんですよねだからこれあのー、まあ矢野兵道の矢野っていうのは正直兵頭に比べると兵道大輝に比べるとそんなにこう全国区ではないところがあるの全国区ではないと思うのでね関西の人じゃないとちょっと分からん部分もあるんですけど じゃないかと思いますけれども、まあ、とにかく、その矢野という人がですね、あのー、この人はあの結構本人も含めて、ま、本人もそして周りからもねあの、パイセンって呼ばれてるんですよ。で、パイセンっていうのは要するに先輩をひっくり返してパイセンっていうんですけども、おそらく、あのー、どっかに書いてあったけど、パイセンっていう言葉を初めて使い始めたなこの矢野じゃないかって言われていて、まあその信憑性もどうかと思いますけれども、どうかわかりませんけど、まあ、とにかくそういう 矢野はなぜかパイセンとと呼ばれていると、まあ、吉本の中で言うと結構まあ芸歴も長い方なのでっていうことはあるのかもしれないけどね。まあ、パイセンと呼ばれていますというのがあって、それちょっと一回置いといて、えっと、この雑談動画の中で僕が誰かを呼ぶときに、まあ、なんとかさん、なんとかくん,なん、なんとかくん、なんとかさん、なんとかちゃん、何々ちゃんとか、まあ、 ちんまる子ちゃんのハマジみたいなね、呼び方のいくつかのタイプがあるというふうなことを言ってきましたけれども、で、そして逆に僕が何て呼ばれてるかってことも言ってきたと思うんですよね。で、基本的には、まあ、田中先生か、田中さんか、あるいは支援センターの皆さんであれば所長っていうふうに言っていただくわけですけれども、まあ、言っていただいてるわけですけれども、まあ,あ、所長って正直呼ばなくていいんですけど、まあ、言っていただいてるんですが、で、まあ、ほぼ唯一の例外が、えっと、学科のまあ後輩である、あの、本当に素晴らしい後輩だと思いますけれども、 王ですねも頭を切れるし本当にこう発想も豊かなんですけども、まあ、そのオークンのみがなぜか僕のことを大将って呼ぶと大将とかボスって呼ぶとでそれはあの口頭で面と向かってもボスとか大将って言うしなんかその LINE とかメールとかでも言ってくるんですよねでそれ以外になんか 田中先生とか田中さんでもない呼び方をする人がいるかなって考えてて思いつかなかったんですけどいました。い,いたっていう話したんですよ。で、それはですね、これは、えー、と、どこまで言っていいのかな。まあ、まあいいか。英語学科の H 先生なんですよね。あの女性の方で。この方についてはかなり去年の 秋ぐらいだっかな夏かなぐらいの雑談動画の中で一本この人についてお話した回があるんですけども。で、えっ、ー、とね、行っちゃったかな昨日か。昨日の朝、僕が駐車場に車を止めて、駐車場からこう西門入って、中央とに向かって、テク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 って歩いてたんですよね。で、降ってみたら、なんか誰か知ってる感じの人が、こうやってガーって降ってんのよ。 でちょっとああのまあ今、マスクもしているし、まあなん,かなんか確かね、なんか頭に帽子みたいなのかぶってあったんで、ここだけしか見えなかった。なんかもう、女性だっていうことは分かったんだけど、誰やねんって、ちょっと正直思って、えって思って、で僕はあの T シャツの上に Y シャツ1枚着てるだけで、その時の気温が多分6度ぐらいだったんですっげえ寒かったので、しかもトイレ行きたかったんで、早く建物入りたかった早く中央とに入りたかったんだけど、その、 誰やねんって思ったその女性の人がなんかこっち見てガー振ってんのよ。で、で、とりあえず振り返そうかなと思ったんだけど、それが僕に対して振ってるんではなかった時の恥ずかしさって半端ないので、一応こう、なんとなく自然にこう周り見て、ああ、その手、手振りが完全に僕に対してあるってことを確認した上で、待ってたのよ。待ってたら、うわあ、ちょっと小走りぐらいになって、なってやってきて、田中パイセンって言ったのね。 で、確かにね、この人ね、パイセンって言うんですよ、僕のこと。で、まあ、それについて僕は突っ込んでないっていうのもあるんですけども、あのね、メッセンジャーとかの、その、ショートメッセージ的な類のものでもう、あの、口頭でもね、パイセンって言うんですよ。<laughs> だから、この人 <laughs>、矢野兵働の矢野が好きなんじゃねえかと思うんだけど、で、その、何の用だったかっていうと、こんなのを見つけたんで、パイセンに渡したくてって言って、こんな封筒いただきまして、封筒ちゃうを、袋か、いただきまして、 こういういねわかりますいちごミルクの素 <laughs> これを頂い,いたわけですよ <laughs> もう完全にいちごキャラですよでその渡す時に言われたのがいちご牛乳好きってのはキャラ作りじゃないですよねって言われて <laughs> それはそれでおもろいけどまああのいちご牛乳好きですよ それは確かです。確かなんだけど、その、なんていうの、一日に何杯も飲むほどかって言われたら、そこまで正直飲めないですよ。そのお腹、お腹格好出すかもしれないしね。なんで、飲まないですけれども、でも、いちご牛乳好きってのは確かです。だから、このイチゴ牛乳のもとって、本当にありがたく、頂戴したわけですけれどもね。っていうね、あの、パイセンって呼んでくる人がいるよっていう話でございます。ほんじゃあまた。